皆さんこんにちは、和久田と申します。私は10月27日から幕張メッセで行われるブロックチェーンエキスポに体のブースを出そうということでコミュニティチームを作って活動しております。ぜひ皆さんにお越しいただきたいんですけど、これから具体的な準備をしていくにあたってぜひ寄付をご協力いただきたいということで動画を撮っております。ぜひご覧いただきましてご協力いただきますようお願いいたします。まずこの活動がどんなものか簡単にご紹介します。今回ブロックチェーンエキスポの秋というものに出展しようとしているんですけども、春というのがありましてそちらに行きました。でそちらで、体のブースだとか情報がなかったんですね。そしてもちろんチャールズさんのお話などもありません。ですので、ぜひね、秋には体のブースが欲しいということで、コミュニティの皆さんに一緒にやりませんかということでお声かけをさせていただいて、10人ぐらいの有志の方が手を挙げてくださったものですから、その方たちと一緒に今プランを練ったりしています。はい、そしてこれから実務に移るというような状態ですので寄付をしたいという状態です。ですのでこの寄付の活動を1枚にまとめましたのでご覧ください。今回出展の目的としては世間一般に対して体の周知と作用を促してビジョンの達成に貢献するというふうに位置づけてまして、ポイントは世間一般の方にお伝えするということですね。ミートアップなどたくさんいろんなところでありますけど、やっぱりコミュニティの中でね、情報を共有するとかコミュニケーションを取るというようなことがメインになってますけど、今回は体のエコシステムの外の方にお伝えするということを目的としています。で活動の目標は来場者の1000人の方に直接体の良さをお伝えするということです。で目標金額は250万円と設定しました。エイダにすると1万8500エイダぐらいですね。はい、でその中身を下に書きましたけども、ブースのイメージはこのようなものを考えています。体のブースを6メーター ×3 メーターぐらいを今考えていて、というかもう撮ったんですけどね。はい、でそちらにこのようないろんな資料だとか動画だとかPC の画面だとかそういうのも置いたりして盛り上げていきたいなと思ってます。で金額については右のグラフで見ていただきたいんですけど、まずエントリーのために面積確保という位置づけで112万円払ってます。なのでこの面積を今取りましたということですね。はい、で装飾や看板こういうのを作るというところで60万円ぐらい見ています。そしてここまでがねマストなんですけど、さらに盛り上げていくために動画用のプロジェクターだとかいろんな IT 機器をね準備したりしていきたいと。でさらにここにチームのみんなが常駐しますのでユニフォームを作ったり、で来ていただいた方に資料などお渡ししたり記念品などお渡ししたりということでこちらの金額ぐらいを考えておりまして、この112万とこの60万と78万を足して250万円と、これを出展最低費用と位置づけてこちらに設定目標としました。でさらに寄付をいただければ追加でもっと盛り上げるような装飾をしたり、皆さん千葉にね集まっていただくので交通費に使わせていただいたり、さらにこれから、ね、活動していく中で、他にも使う費用があればそちらに回していきたいなというふうに思ってますのでよろしくお願いします。はい、寄付の送付先ですけども日本円とエイダと2つご用意しております。1つは、日本円の方は住信 SBI 銀行のこちらの口座ですね。これ私の名義になっておりますがチームでしっかり管理していきます。で鎧の方は、口座を専用に作りまして、それがこちらになりますので送信の状態にしてから送信先をこちらで拾っていただければ委任ができると思います。はい、で寄付の状況その他エキスポ LINE チャットを設定してますのでこちらで情報発信など、またさらに SNS とかでもやっていきますのでね、興味のある方はぜひこちら入っていただければと思います。はい、でささやかですが高額の寄付をいただいた方に特典を少しご用意しております。対象は300エイダ以上か5万円以上を寄付していただいた方です。ですが、かつ Google フォームでご連絡をいただかないとちょっとね、
連絡が取れたりしないので、こちらの方も合わせてやっていただいた方に以下の特典2つお渡ししたいと思います。1つは広告の掲載ですね。ブースの中、壁だとかに、掲示したり、あと配布するパンフレットの中に記載したりということをしようと思ってます。なので企業団体ステップ ANS 個人など、載せたいということをね、こちらの方でご連絡ください。そして記念品の贈呈をしたいと思ってます。ただ記念品は、これから何にするかという考えるので、ちょっとね、ご期待のものと違うかもしれませんけど、そこはご容赦ください。はい、ということで、寄付をお願いいたします。はい、最後になりましたが、コミュニティの皆さんにも、コミュニティの外の皆さんにも、楽しんでいただけるようなブースにしていきたいと思いますので、ぜひ、寄付をお願いします。そして、10月27日から29日にはぜひ、楽しくね、皆さんにお会いできることを、希望していますので、よろしくお願いいたします。ではご覧いただきましてありがとうございます。失礼いたします。